こんにちは、クロスケです。いつも動画をご視聴くださってありがとうございます。今回はこちらにあるマグテイムのですね、ケーブルをご紹介したいと思います。パッと見はですね、普通の USB-C などのケーブルとよく似ていまして、何が違うんだろうと思うかもしれないんですが、こちらのケーブル、特徴はですね、磁力によってケーブル同士がくっつき、絡まりにくいっていう点なんですよね。例えばですね、こんな形で広げてみましても、一つにですね、またまとまりまして、ケーブルがこう絡まりにくいっていうのがポイントになるかなと思います。ちょっとですね、普通のケーブルも用意してみたいと思います。普通ケーブルってですね、なんかこんな感じで、これアップルの付属のものだと思うんですけども、一つにこうとまとめようとしますと、こうくるくるくると巻いてですね、大体皆さん片付けるんじゃないかなと思います。で、こう丸くしましてもですね、まあ、そのままにしてるとこう散らばってしまってですね、ちょっとですね、こうぐしゃぐしゃになってしまうかなと思います。まあ、こういった問題をですね、解消してくれるのが、こちらのマグテイムのケーブルとなっています。磁力のおかげで、まあ、普段はまあこんな感じでですね、綺麗に整理されていまして、使うときはですね、もちろんこう引き伸ばして使ってあげるんですけれども、こう使ってるときもですね、こうしなりが少なくて、かなりストレートで、使いやすいような形になってくれるかなと思います。そして、まあ、片付けるときなんですけども、さっきの要領でですね、こう少し丸めていってあげます。こんな感じですね。まあ、丸めてあげますと、しっかりですね、最初の状態に戻りまして、かさばらずに、広がらずに、そのまま置いておいてもですね、邪魔にならないような形でまとめることができました。これだけではあるんですけれども、このおかげでですね、デスク周りにケーブルをポンと置いておきましても、すっきりできますし、例えばですね、こういったガジェットポーチみたいなのがあった時に、ケーブルをそのまま入れておけばですね、出した時もそのまま使えますので、ポーチの中もですね、綺麗に整理ができるっていうのもメリットかなと思います。そしてですね、ちょっと応用的な使い方にはなるかなと思うんですけれども、この磁力でまとまるという特徴を活かしまして、例えばですね、自分のですね、デスクの上で作業していてケーブルを抜いて、そして会議室に行かなきゃいけないよって時にはですね、これをこう手首にですね、巻いておきまして、この状態でまた会議室に入ったらですね、ケーブルを取りまして、またつなげると。またそういった使い方もできるかなと思います。このケーブル自体がですね、磁力を持ってくれているおかげで、こういった風なですね、応用的な使い方とか、また例えば、鉄板などでですね、磁力のあるところですと、このケーブルくっつきますので、そのままですね、貼り付けておくってこともできるかなと思います。で、私がですね、このマグテイムのケーブル使っていて感じたのは、こうしたですね、ケーブルが絡まりにくいっていう点ももちろんなんですけれども、この伸ばした状態もですね、癖がつきづらくてですね、ストレートに伸びてくれるところも非常にいいですね、ケーブルかなと思いました。そしてこのマグテイムのケーブルなんですが、片付けるときが非常に簡単ですとお伝えしたんですが、例えば、このケーブルと他のケーブルもですね、磁力同士でくっつけることができるんですよね。ですので、こんな形でですね、ケーブル同士を重ねておいてもらってもいいですし、これを何かですね、フックにかけておいてもですね、いいかなと思います。これまでのですね、ケーブルですと、こんなに綺麗に片付かないと思いますので、これはありそうでなかった画期的なケーブルだと思いました。Amazon でですね、Type C2C のほか C2 ライトニングのケーブルが発売されていますので、概要欄にですね、リンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい。このチャンネルでは、こういったガジェットであったり、Apple 製品についてですね、レビューしていますので、ぜひチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。最後までご視聴くださって本当にありがとうございました。